突然失礼いたします。今回はこの作品をご紹介していきたいと思います。いきなりなんぞやと思われた方もいるかもしれないんですけれども、この突然失礼いたしますという作品はですね、全国の大学生が今コロナ禍における状況で作られた作品およびそのプロジェクトになっております。でこれをね紹介してくれませんかっていうメールがあったので、ありがたいなと思ってね今回ご紹介させていただきたいと思います。で概要といたしましては、群馬県大学の映画部の方が中心となって約120以上もの大学クラブサークル所属の学生から監督180名、スタッフキャストが総勢500名以上で制作に参加したプロジェクトになっております。1本の映画っていうよりは、それぞれの団体が1分ぐらいのねショートムービーをたくさん作って、それを一つにまとめたオムニバス形式の作品になってます。なので数がねすごく多いので、トータルで考えるとですね、まあ3時間近くある作品ですね。3時間ってなるとちょっと悩む人もいるかもしれないんですけれども、まあ一本一本のね作品は短いので、まあショートムービーをねちょっとずつ見ていくような感じでこう刻みながらね見ていける作品になってます。オープニングの映像とかだけでもいいので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ジブリを思わせるような表現もあったりとか、見てるだけであおってね、受け手側でこう見え方が変わってくる短いね映像とかも入ってると思います。このプロジェクトっていうのが、まあ、それまで当たり前にあった創作活動ができる環境、みんなで集まって屋外に行って撮影をするっていう環境が、まあ、このコロナ禍においてできなくなってしまったと。ただそんな環境の中でも創作活動はできると、そういったね志のもと作られた作品になってます。クラウドファンディングをやっていて、もう終了してしまったんですけれども、そこで集めた資金によってこの後ね劇場公開を予定しているそうです。資金ももう 200% 以上貯まっていたので、まあ、結構なね上映館で上映されるんじゃないかなというふうに思っております。現在ですね YouTube の方で無料で視聴することができますので、概要欄に、ね、リンク貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。現在こう人気投票をやっていて、そのたくさんある作品の中から選ばれた作品をこう1時間半ぐらいに絞って劇場公開するというプロジェクトになってますので、もしよければ見ていただいて投票していただいてね、このプロジェクトに参加していただければなと思います。それぞれ本当にかなり短いショートムービーなんですけれども、実写だったりとかアニメーションだったりとか様々な形になってて、なんてことない映像とかもあるんですけれども、このコロナ禍で3密を避けて撮られたっていうことを考えると、その中にはそれまで当たり前だった外の幸せがなくなった分、ステイホームの家の中でのちょっとした幸せが描かれていたりとか、あとはこのコロナ禍だとどうしてもねやっぱり世間的にこう希望で乗り越えようとか笑顔で乗り越えようみたいなね流れはあると思うんですけれども、それ以外にも今のこの状況の中にある孤独だったりとか寂しさだったりとか、あとは喪失感みたいなものも作品によっては描かれていく、本当に多種多様な映像表現のね作品がこの中には収められています。ちょっとね今のこの空気感に息苦しさみたいなことを考えてる人もね、ちょっとどこかには共感できるような作品もこの中には入っていると思います。ある意味この時代だからこそ生まれた作品がたくさん入ってると思いますし、今後これからね大変で狭きもんだとは思うんですけれども、映画監督になってね有名な監督になる人も出てくるかもしれませんので、合間合間でもね見れる作品になってますので、ぜひ鑑賞してみてください。創造力、創作活動っていうのはね、どんな状況においてもできるんだっていうね、志がある作品になってると思いますし、普段映画好きの人も大学生の作品とかって目にすることないじゃないですか。まあそういった作品を YouTube でね、無料で気軽に見られると思いますので、若い人たちのあがきというか、抵抗というか、気持ちみたいなものも、ね、感じられると思います。10月31日になってますので、気になる人はぜひ軽くでもいいのでチェックしてみてください。俳優の山田孝之さんだったりとか、カメラを止めるなら、ね、上田慎一郎監督だったりとか、まあ、ガンツとかのね、佐藤慎介監督も支援しているプロジェクトになってますので、今苦しい映画業界で働く人たち、さらには、ゆくゆくはね、こう目指していく若いね、大学生たちの感性に一度触れてみてはいかがでしょうか。ちょっと短かったんですけれども、突然失礼いたしますのご紹介でございました。こんな感じでですね、映画の話ね定期的にやってますので、よければねチャンネル登録、あとはコメント高評価もお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイ。時代の流れ的にもね、こう自分で作って自分で発信して自分で広めていくっていう、メランコリックとかね、カメラを止めるなとか、まあ低予算でもヒットさせることはねできてくる世の中になってくると思うので、まあこういったね若い方たちの活動というのをやっぱりチェックしておく視線みたいなのも必要なのかなと思いますね。終わった。